1991年の台風のデータ。台風の発生数は29個と平年と比べて多くはなかったが、日本に接近した台風は9個と平年の5.3個の倍近い多さであった。この原因の一つは、台風シーズンである8月から9月にかけて、太平洋高気圧が弱く、例年よりも高気圧の中心が南東にあったため、 台風が高気圧の周囲を回るようにして本土に接近したことであったと推定されている。日本への上陸台風は3個であり、中でも9月に上陸した台風19号は全国各地に大きな被害をもたらし、東北地方ではリンゴへの被害が大きかったことからリンゴ台風とも呼ばれた。199,101.01WO リング199,102.02 W199,103.03W ベベン 199,104.04W カリン 199,105.05W リディ,ディン 199,106.06W イタン 199,107.07W ジェニン 199,108.08W ヘルミン 199,109.09W 愛心7月22日3時に フィリピンの東の海上で発生した弱い熱帯低気圧が西北西へ進み、24日に台風となった。台風は勢力を強めながら北北西に進み、27日21時には沖縄地方のすぐ再海場で最盛期を迎え、中心気圧940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速秒速40メートルという中型で強い勢力となった。 その後も強い勢力を保ったまま、27日から28日にかけて沖縄本島と宮古島の間を通過後、東シナ海、九州地方の再開場を北上し、五島列島の再開場から北東進して、29日15時頃に津島を通過して日本海へと抜け、同日17時頃に山口県下関市の北西 150km の地点に達した。 その後は、日本海で次第に勢力が衰えて、三十日二十一時には、日本海の北部で、温帯低気圧に変わった。十九万九千百十点一一 w マメン九千百十一点一二 w ラディン十九万九千百十二点一四 w 八月十五日に、南鳥島の南西で発生した弱い、熱帯低気圧が西北西に進み、十六日に、 七島の南東海上で台風となった。その後西北西に進んで、奄美大島近海を経て、震度を北寄りに変え、21日から22日にかけて、九州の南海上で、最も勢力を強め、大型で波の強さとなった。23日に、長崎県五島列島付近を大型で波の強さで、通過後、朝鮮半島南部に上陸した。この台風により、死者、 行方不明者16人、負傷者11人、全壊、流出9棟、半壊、一部破損44棟、床上浸水512棟、床下浸水3650棟の被害が出た。19万91138月26日に、日本の南海上で発生した弱い熱帯低気圧が、西北西に進み、28日に、 鹿児島県薬島の南海上で台風となった。ごく小さく弱い台風から発達することはなく、東、シナ海で震度を北に変え、長崎県五島列島付近を通過後、29日に津島付近で弱い熱帯低気圧に変わった。その後は北東に進んで、日本海中部で温帯低気圧に変わり、津軽海峡にて消滅した。この台風の影響により、死者一人、 全回一棟、半壊一部破損二棟、床上浸水一棟、床下浸水一棟の被害が確認された。19万 9114.16W8 月30日に四国地方の遥か沖合で発生。やや勢力を強めながら北東に進み、31日に静岡県浜松市付近に上陸。その後、関東地方を通って、 本州の東方海上に進み、釧路沖で温帯低気圧に変わった。この台風により、死者二人、負傷者一人、半壊一棟、床上浸水76棟、床下浸水279棟への被害が発生した。199,115.17W9 月3日にトラック島の東で発生し、その後発達しながら北上。ここの川には、 八丈島の南およそ6 0トルを北、東進し、11日には日本のはるか東で温帯低気圧に変わった。八丈島では台風の通過する8日23時過ぎから秒速10メートル以上の強風が吹き出し、9日5時6分に秒速51.9メートルの最大瞬間風速を観測。東京では台風の中心が 東海の南 500km に達した8日の日中、外側の降雨帯が東海から関東へとかかり、短時間に強い雨が降ったため、最大1時間降水量が 44.5mm となった。死者6人、負傷者4人、全壊、流出4棟、半壊、一部破損73棟、床上浸水187棟、床下浸水1318棟、 19万 9116.18W19 万 9117.19W 年々9月11日に日本の南海上で発生後北上をはじめ13日には中心気圧955ヘクトパスカルの勢力で沖縄県に接近。那覇市では午前8時に秒速57.4メートルという当時歴代5位となる最大瞬間風速を観測した。 沖縄通過後は東、シナ海へ進み、14日午前5時30分頃、長崎県長崎市付近に上陸。午前中のうちに、福岡県宗方市から、山口県下関市沿岸を通過した。その後、日本海沿岸部を北東進し、17時半には石川県の都半島を通過、夜には新潟県新潟市付近に再上陸し、同日21時に、 山形県米沢市付近で温帯低気圧へと変わり、翌日に太平洋へ抜けた。19万 9118.21w ペパン9月15日に沖ノ鳥島の南海上で発生し、沖縄の南海上を経て北東に進み、19日夜には房総半島の沿岸に接近した。その後は本州の東海上を北東に進み、20日に三陸沖で、 温帯低気圧に変わった。199,119.20ワット露震9月16日にマーシャル諸島の再会場で発生し、23日にはフィリピンの東海上で中心気圧925ヘクトパスカル、最大風速秒速50メートルの大型で非常に強い台風となった。26日に宮古島の東海上で北東寄りに進路を変え、 27日に長崎県佐世保市付近に上陸。山口県をかすめた後に加速しながら日本海を進み、翌朝に北海道に再上陸した。台風は北海道に上陸後、オホーツク海へ進み、同日15時に温帯低気圧に変わり、日本から遠ざかった。199,120.22W オニアン、台湾。 フィリピンの近海及び南シナ海で2週間以上に渡って複雑な動きをした後、中国大陸に上陸した。199,121.23、W 戦乱199,122.24、W199,123.25、W トライニング199,124.26、W オーリング199,125.27、 W ウリン1 9 9 1 2 6 2 8 w 1 9 9 1 2 7 2 9ト、ヤヤン 199,128.30W この年の台風の中で最強の勢力となった1 9 9 1 2 9 3 1ト。ありがとうございます